ペレットストーブ専門店渋川市ペレットストーブ群馬です。台風の影響で急激にですね、天気の予報が変わってきておりまして、今日も先ほどまで雨が降っていた群馬県渋川地方で、今はですね、曇りで今日は一日この後曇りという予報ですけども、昨日まではですね、今日も晴れてですね、28度ぐらいまで温度が上がるという予報だったんですけども、全くですね、台風によって、予報が変わってしまったというところです。ちょっと心配はですね、今日はメンテナンスなんですけども、来週ストーブの設置2件予定をしておりますので、ちょうどですね、台風が、日本列島に接近する頃にですね、かぶってきちゃうのかなと思って少し心配だなというふうに思っています。早く行くか、それてくれるかっていうことをですね、もう願うしかないなというふうに思います。ペレットストーブメンテナンス新設設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで、何かございましたら、ベルク渋川店となりペレットストーブ群馬ショールームまでお問い合わせください。